どうもお世話になっております。アムロのガンプラ製作です。久しぶりに HG バルバトスルプスの製作の続き、進めてまいります。はい、簡単な経緯ですが、2016年10月の発売と同時に購入をして、その後少しずつ手を加えて、だらだらと放置再開を繰り返して、現在に至っております。ガンダムフレームに手を加えたり、外装のディティールアップなどをしながらの製作で、前回の更新は5月で、ハンドパーツ、腰部などに手を加えました。今回ですが、脚部のディティールアップを行って一通り、上から下まで回収を完了させようと思っています。はい、ということで脚部なんですが、このブロックはガンダムフレームには手を加えておりませんが、外装の余白が一番多いエリアで、ふくらはぎ部分とか、アンクルガードなんかにスペース、空白の部分がありまして、どうしたものかと迷った挙句ですね、ものすごく変な感じになってしまって、恥ずかしいからあんまりね動画にしたくないなと思って、見て見ぬふりをしていて今に至っているわけですが、納得のねいくところまで何回もやり直すほどの気概もないので、恥は承知で動画にして、なるべく早く次の工程に移ろうと思います。はい、足裏つま先部分とかかと付近に肉抜き穴があります。つま先はポリパテを使って埋めました。ポリパテはほぼ飛型の心配はないようで、成形もやりやすいのでちょっとした穴を塞ぐのであれば便利だと思います。はい、かかとはプラ板を切り出して塞ぎました。0.5 ミリだったかね、 0.3 ミリだったかちょっと記憶はありません。はい、背景だったりね、使っている接着剤などから、いかにね古い作業だったかということがうかがい知れます。はい、塞ぎ終わって最後にディティールアップパーツを貼り付けてあります。はい、つま先のシャープ化です。爪の部分が丸まっていますので、少し切り落として切り出したランナーの先端を、そこへくっつけてシャープ化を行いました。当時はお金がねもったいないからという理由でプラ板すら、買い渋っていて、流し込みタイプの接着剤も持っていませんでした。ドロッとしたタイプの、接着剤とか瞬間接着剤などを使って作業をしていて、負荷がかかるとどうしてもポキリと延長した部分が折れてしまって、当時困っていたねことを記憶しています。流し込みタイプの接着剤を使うとより頑強にプラ同士が結びついて、負荷がかかっても折れないとまでは言いませんが折れにくくは、なるようで、作業はかなりやりやすくなりました。はい、延長シャープ化したものがこちらということになります。はい、それでは本題のディティールアップへと移っていきます。まずはモールドを、彫っていきます。細切りのマスキングテープをガイドにデザインナイフで当たりをつけて、最終的にタガネでモールド化していきます。使用するのはミスター細切りマスキングシートで、1ミリ幅と2ミリ幅があります。装甲のエッジに沿ってマスキングテープを貼ることで、エッジから均等に1ミリもしくは2ミリのラインが引けるので、多少のズレがあったり、単調になりがちだとは思いますが、ある程度正確なラインは引けると思います。はい、このチャンネルではね何度もやっている工程で、ガイドテープから直接タガネを使うと私の場合どうしても線が、よれてしまいますので、デザインナイフで直線の溝
当たりを作って、それをガイドに、高根でモールドを掘り進めます。はい、モールドだけですと平面的で、まあ、単調になってしまいますので、プラ板なども使いまして、凹凸も加えていきます。 0.3 ミリのプラ板を切り出しまして、ペタペタと貼っていきますが、この辺りから迷走が始まっているというか、まあ、全体的に見てそうなんですが、メカのディティールというよりも何かのね、模様のようになって、しまっています。プラ板の切り出しについては、あまり複雑な形に切り出す技術が、ないので、エバーグリーンの細いプラ棒を使うなどして、継ぎはぎでより複雑な形としました。はい、改めてね、動画編集で自分の作業を見直すと、まあこれは一体何の、模様なんだと、何を必死にルプスの足をデコってるんだろうかと、まあ、自分の当時の自分にね、問いただしたくなる作業内容ですね。はい、その他ふくらはぎやアンクルガードに穴を開けて、丸一のディティールアップパーツも埋め込みました。はい、こちらが最も直近の作業ですね。ふくらはぎの装甲の一部が丸まっていましたので、薄いプラ板を貼り付けてシャープに、しています。流し込みタイプの接着剤を使うと、プラが溶けて柔らかくなりますから、接着させるもの同士がある程度密着していなくても、薄いプラの方が形を変えて、くっついてくれます。はい、ということで脚部ディティールアップが完了です。ディフォルトのルプスの足と並べるとご覧のようになります。ディティールアップがメカっぽくなく模様のようであること、ディティールというか、まあ模様に規則性がないこと、ディティールの密度感が場所によってまちまちなこと、このあたりがね、違和感だったり、照れ笑いをしながら話さなければならない理由ですね。他にもおかしなところはたくさんあると思いますが、まあ、とりあえず次に進んできっちりとね、完成をさせて、しっかり振り返って反省はまた次回別のキットで活かせればと思っています。それでは、失礼いたします。どうもありがとうございました。